ミシェル・ノストラダムスは、ルネサンス期フランスの医師、先生術師、詩人、また料理研究の著作も表している。日本では、ノストラダムスの大予言の名で知られる詩集を表した。彼の予言は、現在に至るまで、非常に多くの信奉者を生み出し、様々な論争を引き起こしている。本名は、ミシェル・ド・ノートル・ダムで、これはフランス語による。よく知られる。 ノストラダムスの名は、姓をラテン語風に綴ったものである。しばしば、ミシェルド・ノストラダムスと表記されることもあるが、口述するように適切なものではない。ノストラダムスは改収ユダヤ人を先祖とし、1503年にプロバンスで生まれ、おそらくアビニョン大学で教養科目を、モンペリエ大学では医学を、それぞれ学んだ。南仏でのペスト流行時には、 積極的に治療にあたり、後年にその時の経験などを踏まえて、化粧品とジャム論などを表した。他方で、1550年頃から、先制術師としての執筆活動も始め、代表作、ミシェルノストラダムス氏の予言集などを表し、当時大いにもてはやされた。王妃、カトリーヌ・ドメディシスら王族や有力者たちの中にも、彼の予言を散々する者が現れ、 1564年には国王シャルル9世より常任人意見顧問に任命された。その2年後、病気により62歳で没した。彼の作品で特によく知られているのがミシェル・ノストラダムス氏の予言集である。そこに収められた4行詞形式の予言は非常に難解であったため、構成様々に解釈され、その的中例が広く懸念されてきた。合わせて、 ノストラダムス自身の生涯にも多くの伝説が積み重ねられてゆき、結果として信奉者たちにより大予言者ノストラダムスとして祭り上げられることとなった。長らくこれに対する学術的検証はほとんど行われてこなかったが、現在では伝説を極力排除した彼の生涯や彼自身の予言感や未来感を形成する上で強い影響を与えたと考えられる文典の 存在なども徐々に明らかとなりつつある。そうした知見を踏まえる形で、ルネサンス期の一人の人文主義者としての、ノストラダムス像の形成や、彼の作品への文学的再評価などが、目下着実に行われつつある。ノストラダムスの父方の先祖は、14世紀末以降、アビニョンで商業を営んでいた。父方の祖父が善良をルネに仕えた、医師。 先制術師であったとする説は、ノストラダムスの弟や長男ら親族による誇張であり、父方の祖父も実際には商人であった。ピエール・ジョゼフ・ド・エッツによる18世紀の伝記などでは、ノストラダムスの先祖をさらに遡れば、失われた獣子族の一カル族にたどり着くと、されているが、これも、また根拠を持たない。父方の曽祖,祖父、ダバンド・カルカソンヌと、祖父クレカは、 15世紀半ばにユダヤ教からキリスト教に改修した。改修後、クレカはピエールド・ノートルダムと改名し、三度目の妻の姓を元にペーロ・ド・サント・マリーとも名乗った。ノートルダムもサント・マリーも聖母・マリアを意味する。祖父は改名後、ノートルダム姓をより多く用い、それが息子や孫にも受け継がれた。ピエールの息子で、 ノストラダムスの父にあたるジョームド・ノートルダムも、当初はアビニョンの商人であったが、サンデミド・プロバンスの住民レニエールと結婚した後、サンデミに今日移した。ノストラダムスはユダヤ人とされることもあるが、上記の通り、父方の祖父の代に回収が行われている。また、父方の祖母ブランシュも、キリスト教徒である。母方については、不明な点も多いが、曾祖,祖父が、 キリスト教徒であったことは確かである。母レニエールもキリスト教徒であったと推測されているので、ノストラダムスはユダヤ人の定義には当てはまらない。一部には彼の一族は表向きキリスト教徒であったに過ぎず、実際にはユダヤ教の信仰を捨てていなかったと主張するものや、彼の一族がユダヤ教の悲劇に通行していたなどとするものもいるが、これらは 資料的な裏付けを持たない。少なくとも、ノストラダムス本人は、交換された文献等では、王党派カトリック信徒の姿勢を示しており、著書の一つである、1562年向けの暦も、ピウス4世に捧げられたものである。また、秘書を務めたこともある、ジャンエメド・シャビニーも、ノストラダムスは、生前熱心なカトリック信徒で、 それと異なる信仰を強く非難していたと述べていた。他方で、ルター派の顧客などと交わしていた指針の中では、プロテスタントに好意的な姿勢を示していたことも明らかになっている。ジェームズ・ランディのように、カトリック信徒としての姿勢はあくまで表面的なもので、実際にはプロテスタントであったとみなす者もいるが、むしろ相手の立場に応じて言葉を使い分けていた可能性を指摘する者もいる。 また、かつて、渡辺和は、ノストラダムスのキリスト教信仰が、政党や異端に肯定しない、超異端の立場であった可能性を示唆していた。下系の関連年表も参照。サンデミのノストラダムスが生まれたとされる、一角ノストラダムスは、1503年12月14日、木曜日に、当時まだ、フランス王領に編入されて間もなかった、プロバンス地方のサンデミで生まれた。 幼少期には、母方の祖祖父ジャンド・サン・レミが、教育係を務め、ノストラダムスに、医学、数学、天文学ないし西洋先生術の手ほどきをしたとも、言われるが、ジャンは1504年頃に没していた可能性が高い、ため、彼が直接教育を施したとは考えられない。父方ないし、母方の祖父が、教育係とされることもあるが、 どちらも15世紀中に没しているので問題外である。結局のところ、彼が幼い頃に誰からどのような教育を受けていたかは未だ明らかにはなっていない。ノストラダムスは15歳前後にアビニョン大学に入学し、在学中に自由な中を学んだようである。この点は実証的な電気研究でもほぼ確実視されているものの資料的な裏付けはなく、 入学時期もはっきりしていない。在学中には、学友たちの前で、コペルニクスの、天球の回転についての内容を20年以上、先取りするかのごとくに正確な地動説概念を、語るなど、諸学問、特に天体の知識の特抜さで知られていたとする、伝説はあるが、これも、裏付けとなる資料はなく、むしろ、ノストラダムスの宇宙観は、 本来の地動説と対地されるプトレマヨス的なものとも指摘されている。このアビニョン大学在学は1520年に中断を余儀なくされたと推測されている。当時のペスト流行の影響でアビニョン大学をはじめとする南仏の大学の講義が休校とされたからである。このことは1521年から1529年まで各地を遍歴し、 薬草の採取や関連する知識の収集に努めたと、後に本人が語ったこととも矛盾しない。他方で、ノストラダムスが、この辺歴に先立って、モンペリエ大学医学部で医師の資格を取得したとする説もあるが、現在では虚構の可能性が高いと考えられている。この説は、後に、ノストラダムスの秘書となった。 ジャンエメド・シャビニーによるものだが、資料による確認が取れず、ノストラダムス自身が、後の指針で、医学と判断先制術の研究歴を1521年頃から、記算していることとも整合していないためである。資料的に裏付けられる、同大学入学は、この遍歴の後である。現在のモンペリエ大学医学部1521年からの、約8年にわたる遍歴を経て、 ノストラダムスは1529年10月23日にモンペリエ大学医学部に入学した。この時点で薬剤師の資格は取得していたようであり、その後研究を重ねて医学博士号を取得したとされる。ただし、その記録は確認されておらず、むしろ当時の学生水頭墓にはノストラダムスの名を抹消した形跡があり、この傍らには在学中に、 医師たちを悪く言った角で告発された胸の記述がある。この点、はっきりと大学から除籍されたと位置づける者もいる。また、当時の正式な薬剤師同様に求められた条件を、ノストラダムスが満たしていた形跡が見られないことから、入学前に薬剤師資格を所持していたこと自体を疑問視する者もいる。この頃の伝説としては、博士号取得後に壊れて、 同大学の教授として、教弁を取ったが、あたかも未来を先取りするかのような先進的な治療法のせいで、同僚の保守的な教授たちとの間で、大きな圧力が生まれ、わずか1年で辞職したというものがある。しかし、それは17世紀以降に言われるようになったに過ぎず、それを裏付ける資料は確認されていないどころか、上記のように、博士号取得に至る、家庭自体もはっきりしていない。 従来博士号を取得したとされてきたこの時期の前後に、エラスムスに非検修理学者として知られていた、アジャンのジュール・セザール・スカリジェの招きを受けたこともあり、ノストラダムスはアジャンへと移住した。彼は、アジャンで、開業医として医療に携わる傍ら、博識のスカリジェから多くを学んだらしい。また1531年には、アジャンのアンリエット・ダンコスという女性と結婚したことが、 1990年代に発見された結婚契約書から伺える。この発見によって従来謎であった最初の妻の名前も明らかとなったが慎重な見方をする論者もいる。実際のところ、この頃すでにアジャンにいたのだとすれば、モンペリエで3年間研究して博士号を取得したとされた通説との間に祖語を来たすこととなる。 結婚契約書の審議はなお検討の余地があるとしても、アジャン滞在中に最初の結婚をし、子供を設けたことは確実視されている。しかし、1534年頃に妻子ともに亡くなったようである。このシーンにはペストが有力視されているが、実際のところは不明である。その後、持参金などをめぐって、妻の実家から訴訟を起こされたという話もあるが、これも定かではない。 同じ頃には、元来、気難しい性格であったスカリジェとの中も険悪なものになっていった。さらには、1538年春に、トゥールーズの異端審問官から召喚を受けたようである。その理由は、成人を冒徳したことを問題視されたという程度にしか分かっていない。怠惰な姿勢で、聖母マリア像を作っていた職人に、 そんなやり方では、悪魔の像ができてしまうと注意したところ、逆に聖母を悪魔呼ばわりした人物とされてしまったという説もあるが、これは、トルネシャビニーラが19世紀になって言い出した話のようである。この他、アジャンのプロテスタント医師、サラザンが召喚された際に、交流のあったのストラダムスにも類が及んだとする説も、ある。こうした、 諸状況の悪化によってのストラダムスは、再度の変歴を決心したとされるが、常実の通り裏付けとなる資料に乏しく詳細は、不明である。ひとまず、採取と死別したらしいこと、少なくともそれが一因となって、旅に出たらしいことは確実視されている。実際、1530年代後半以降、彼の足取りは一時的に途絶える。この頃の伝説としては、 オルバル修道院に立ち寄って予言を書き残したというものがあり、19世紀に出現した偽書、オリバリウスの予言やオルバルの予言と結びつけられることもあるが、資料的な裏付けを持たない。当時の医師たちのペスト治療時の服装。ノストラダムスがこのような格好をしていたかは定かではないが、可能性は指摘されている。ノストラダムスが晩年を過ごした家星を見る。 ノストラダムスアンリ二世の死と結びつけられる百詩編第1巻35番解釈に都合よく原文が改ざんされている長い放浪を続けたノストラダムスは1544年にマルセイユのイシルイセールに指示したとされ翌年には3人の囚人の診察をした記録があるそして1546年に同じ南仏の都市 X でペストが流行した時には 治療のために同市へと赴いた。これについて、ノストラダムス自身は、X の議会と現地住民から、ペストの根絶を要請されたと語っている。そして、X の古文書館には、1546年6月に、ノストラダムスに契約金を支払ったことが記載された、X 市の水筒係ル・ボランの会計簿と、その際のノストラダムスの契約書が残されている。 伝説では、この時のストラダムスは、ネズミがペストを媒介することに気づき、直ちにネズミ退治を命じたという。また、伝統的な治療法である射血を否定し、代わりに、アルコール消毒や、熱湯消毒を先取りするかのように、酒や熱湯で、支柱の住居や通りなどを清め、さらには、キリスト教では、忌避されていた仮想すらも支持したとされる。しかし、後年、 ノストラダムス自身が化粧品とジャムロンで実戒している。この時の様子に当時の医学知識の範囲を超えるようなものはなく、むしろ射血を試みた形跡すらある。患者の隔離をはじめとする初歩的な公衆衛生上の方策をとっていた可能性は指摘されているが、それは当時として一般的に行われていたことで、決してノストラダムスに固有のものではない。化粧品とジャムロンには、 その時に用いた治療薬の処方箋も載せられているが、糸杉のおがくずや、すりつぶしたバラ、長寿などを原料とするその薬の効能は強く疑問視されている。また、それらの原料には中世から用いられていた伝統的なものがいくつも含まれている。結局のところ、彼の医療活動とペスト沈静化との因果関係は不明瞭なままである。現時点で確実に言えるのは、 当時は医師たちも尻込みする傾向の強かったペストの流行地に自ら果敢に乗り込んで治療に尽力した人物ということだけであり、その実効性を評価し得るだけの材料には乏しい。なお、ノストラダムスが何度もペスト流行地に赴いていたにも、かかわらず自身がペストで命を落とすことがなかった理由としては、免疫ができていた可能性も指摘されている。 その後ノストラダムスは、プロバンス州、サロンドクローに落ち着き、1547年11月11日に、この地で未亡人のアンヌ・ポンサルドと再婚した。ノストラダムスは終生この街で過ごすことになるが、1年程度の旅行で家を空けることは何度かあった。最初の旅行は、再婚後間もない頃のイタリア旅行であり、処方箋などからは、ベネツィア、ジェノバ、 サボーナなどを回ったらしいことが伺える。この旅行中の出来事としては、以下のような伝説が有名である。ノストラダムスは、この旅行中、ある修道士たちの一団に出会った時に、そのうちの一人の前でうやうやしくひざまずいた上で、その相手が将来ローマ教皇となることを示唆したために、周囲の失笑を買った。しかし、その修道士、フェリーチェ・ペレッティは、 ノストラダムスの死から20年ほど後に、シクストゥス5世として即位し、ようやく彼の予言の正しさが証明されたのだという。この出会いにも裏付けはなく、後世の創作とされており、フラウィウス・ヨセフスのユダヤ古代史の2番戦時という指摘もある。1550年代に入ると、ノストラダムスは、サロンの名士として、公共の泉の悲鳴を起草したり、 クラポンルーンガの改作事業に出資したりするようになる。こうした活動と並行して、翌1年間を予言した歴書の刊行を始めるなど、予言者としての著述活動も本格化させていく。歴書は大変な評判となり、ノストラダムスは、より先の未来を視野に入れた著作、予言集の執筆に着手する。1555年5月に初版が出された。 ミシェルのストラダムス氏の予言集は、4巻の途中までしか、内部完全なものではあったが、大きな反響を呼び起こしたとされている。そのわずか2ヶ月ほど後にあたる1555年7月に、国王アンリ2世とカトリーヌ・ド・メディシスからの招待を受けた。予言集の評判が、王宮に届いたことが一因とされることが多いが、歴書の評判に基づくものであって、 予言集はそもそも関係がなかったという指摘もある。翌月に王宮で行われた越見は成功理に終わったようだが、その会見内容は不明である。翌年に、ノストラダムスが書いたものをもとに、むしろ会見では予言能力を疑われるような不手際があったのではないかという指摘もある。カトリーヌは、それとは別に、ノストラダムスを個人的に呼んで、 自身の子供たちの未来を占わせたとされ、4人のご子息は皆王になるという答えを得たという。4をエルえるキュールが創生したことでこれは外れたが、ご子息から4人の王が生まれるという予言だったとする説もある。この場合、三男アンリはフランス王となる前にポーランド王となっていたため、正確な予言だったことになる。しかし、後にベネツィア大使、 序盤に未経リが1561年にまとめた報告書などでは、宮廷では、ノストラダムスの王子たちが皆王になるという予言の噂が広まっていたとあり、4人の王が生まれるという予言は確認が取れていない。この件に限らず、カトリーヌとの対話はいろいろ取り沙汰されるが、皇室の唯一の例外を除いては、対話の内容を伝える資料は存在していない。1557年には、 ガレノスの借金を出版した。ノストラダムスは、医師としての活動を縮小していたようだが、1559年の処方箋も現存している。1559年6月30日、アンリ2世の妹マルグリットと、娘エリザベートがそれぞれ結婚することを祝う上に、再して行われた馬上槍試合で、アンリ2世は、 対戦相手のモンゴムリ博の槍が右目に刺さって致命傷を負い7月10日に没した。現代ではしばしばこれがノストラダムスの予言通りであったとして大いに話題になったとされるが現在的中例として有名な詩が取り沙汰たされたのは実際には17世紀に入ってからのことであった。なお、ノストラダムスは1556年1月13日付で 国王と王妃への検定文をそれぞれしたため、1557年向けの歴書に収録したが、この内カトリーヌ宛ての検事では、1559年を世界的な平和。他方、ノストラダムスは、国王よりもむしろ随行していた少年に関心を示し、国王親子のいないところで、その少年がいずれフランスの王になると予言し、周囲を当惑させたというエピソードもある。 この少年は、ナバル家のアンリで、後にアンリ四世として、フランス王位に就くことになった。このエピソードが史実かどうかは定かでないが、パリ市民、ピエールド・レトワルの日記にも見出すことができる。さて、大巡行中のシャルル九世は、その後アルルに投入した折に、ノストラダムスを呼び出し、彼に、常任人意見顧問の称号をお歌し,したようである。なお、これは名誉上のものであり、 ノストラダムスが宮廷に出資したわけではない。また、彼が国王から何らかの称号を賜ったのは、これが唯一である。後に、ノストラダムスの伝記を書いた秘書のジャンエメド・シャビニーが、アンリ2世、フランソワ2世、シャルル9世の古文献遺士と誇張して紹介していたこともあり、あたかもノストラダムスが一定時期宮廷に出資していたかのごとくに書かれることもあるが、事実に反する。 ノストラダムスの墓があるサンドーラン三次会管理制度その後のノストラダムスは通風もしくはリュウマチと思われる症状に苦しめられていたようであり1565年12月13日付の指針ではリュウマチの症状のせいで21日も眠れないと述べているただし口述する大体号への所管が1565年12月22日付なので 少なくともその時点では手紙を書ける程度に症状が改善していたと推測されている。そして1566年6月には式を悟ったのか交渉人を呼んで遺言書を作成した。7月1日夜には秘書、シャビニーに夜明けに生きている私を見ることはないだろうと語ったとされる。ノストラダムスは予兆子で自身がベッドとチョイスとの間で死ぬことを予言しており、 翌朝予言通りに、ベッドとチョイスの間で倒れているのを、発見されたというエピソードが有名である。しかし、ノストラダムスの死と、予兆死を最初に結びつけたシャビニーは、彼がベッドとチョイスの間で倒れていたなどとは述べて、おらず、死んだノストラダムスを最初に確認したとされる長男、セザールも、そのようなことは語っていない。そもそも、 当該の予兆紙は出版当時の文献が残っておらず、同年のイタリア語訳版との対象をもとに、現在知られている紙幣が大幅に改ざんされている、可能性まで指摘されている。ノストラダムスは遺言書において、サロン市のフランシスコ会修道院付属制度の中でも、大秘と祭壇の間の壁面に葬られることを希望した。1582年に、 妻アンヌが亡くなった時にも同じ場所に葬られたという。当時、教会などの建物に埋葬されることは珍しくはなかったが、他人から踏まれる床に葬られることで、自身の健常さを示すという立場を取らなかったため、壁が選ばれたと指摘されている。当時、ノストラダムスは立った姿勢で葬られたという説もあるが、ノストラダムスの遺言書などには、そのような指示はなく、 現在確認できる根拠からそれを裏付けることはできない。その後、フランス革命最中の1793年頃に墓は暴かれた。暴いたのはマルセイユ連名兵で当時、ノストラダムスの墓を暴くと不幸が訪れるという、ある種の都市伝説が存在していたことについて、好奇心から詮索しようとしたのだという。伝説では、ノストラダムスの意外の首には、 墓かきのあった年の書か,かれたメダルがかけられていたなどと言われるが、史実としての裏付けはない。この種の伝説の原型は、17世紀にはすでに登場していたという指摘もある。また、それから半世紀と経たないうちに、暴いたものが X の暴動に巻き込まれ、死体が街頭に吊るされたという話が出回るようになったが、実態は不明である。その後、19世紀初頭に、 当時のサロン市長のダビドが中心となって、ノストラダムスの遺骨が集められたが、あまり多くは集められなかったらしい。その後遺骨は、市内のサンドーラン三次会管理制度の、聖書除礼廃堂に改装された。なお、ノストラダムスの遺言書で、フランシスコ会修道院付属制度を埋葬場所に、指定した箇所は、当初サンドーラン三次会管理協会の、 ノートルダム礼拝堂と書いた後で訂正されたものだった。現在もその礼拝堂は残っており、ノストラダムスの骨は壁の奥の壺に収められているというが、それが本当にノストラダムスの骨なのかどうか疑問視する見解もある。化粧品とじゃ無論1555年向けの先税減尊細古の予言集完全版ノストラダムスは詩人をラテン語で執筆しているので、 当然、ラテン語に通じていたはずだが、ドイツ語訳された河原版を除けば、著作はすべて、フランス語であり、ラテン語で執筆したものはない。ミシェルド・ノートレダムが、本格的な著述活動に入るのは1550年頃からで、あり、ミシェル・ノストラダムスというラテン語風の表記を交えた、筆名を用いるのは、この頃以降のことであったとみなされている。 交換されたものとして、現在確認できる最古のものは、1555年向けの歴書の表紙に書かれているものである。入学先生書に見るのストラダムスの署名日本語文献の中には、学生時代から用いていたとするものもあるが、資料的に裏付けることができない。学生時代の辞書としては、モンペリエ大学入学時の入学先生書が現存するが、そこでは、 ミカレトゥスでノストラドミナという正式なラテン語表記が取られている。また、日本ではミシェルド・ノストラダムスという表記もしばしば見られるが、ノストラダムスの前にドをつけるこのような表記は、ノストラダムス本人の著作には見られない。本来これは、同時代の偽物の一人である、ノストラダムス2世が用いたものであった。故に、不正確な表記ではあるのだが、 同時大臣にとっても紛らわしいものであったらしく、ノストラダムスの辞典、ジャンの著書や秘書シャビニーの著書でも、ミシェルド・ノストラダムスと書かれてしまっている。ノストラダムスを大予言者と位置づける立場からの、ノストラダムス現象の広まりに比べて、歴史学、文学、書史学といった領域からの研究は長い間非常に限定的なものでしかなかった。しかし、20世紀半ば以降、 主として、英語文献と、仏語文献では、専門的な研究も着実に蓄積されてきている。グラヌムの死者記念塔ノストラダムスの死にも何度か登場する。ノストラダムス本人や、先祖の伝記については、20世紀半ばに、エドガール・ルロワや、ウジェヌ・ヌレイが古記録を丹念に調査し、実証度を飛躍的に高めた。この結果、伝説的な要素は、 かなりの程度排除できるようになった。例は、ノストラダムスの往復書館についても、小6の形ながら紹介を行い、この面でも実証的な電気の形成に貢献した。また、ルロワも古文書での実証だけでなく、地元サンレミの精神科医という利点を活かし、ノストラダムスの紙幣には、幼年期の記憶、すなわちサンレミの景色や、 近隣のグラヌムの遺跡と一致するモチーフが存在することを初めて指摘した。書子研究の分野では、ミシェル・ショマラとロベール・ブナズラが1989年と1990年に相次いで記念碑的な書子研究を発表している。前者の研究対象は18世紀までの文献ではあるが、フランス語文献にとどまらず英語、イタリア語、ドイツ語、 オランダ語などの文献も幅広く網羅した老作である。後者の研究は基本的にフランス語文献に限定されたものであるが、対象時期は1989年までと幅広く、また重要な文献については詳細な分析を付加している。いずれも諸子研究として高く評価されている。予言集の原文工程及び分析に関しては、 多少荒い形とはいえ包括的な分析を行ったエドガー・レオニの先駆的研究のほか、予言集初版収録文を主たる対象とするものであるが、ピエール・ブランダムール、アンナ・カールステッドなどの研究がある。ブランダムールは、予言詩のモチーフに、ルーサやミラビリス・リベルといった同時代の予言的言説や様々な西洋古典からの借用が含まれていることを指摘したほか、 同時代の事件や風文に題材を取ったと思われる詩があることを示すなど、16世紀フランス詩の文脈から手堅い研究を展開した。他方、カールステッドは、モチーフの分析も、さることながら、モーリス・セーブラ同時代の詩人との文体の比較を、丁寧に行うことで、内容分析に比べて、十分な蓄積がなされてこなかった、文体論研究の分野にも貢献している。 ここでは彼が予言集、歴書類、顧客への指針などで予言を行う際に何に基づいていたのかを現在までの研究で明らかになっている範囲で扱う。なお、歴書類や指針よりも予言集の方が研究の蓄積が大きいため、例示は予言集のものが多くなる。この点については有名な予言師の例も参照のこと。ノストラダムスは予言集や 歴史書類での予言の基礎を判断先生術に置いていると主張していた。しかし、彼の先生術は、ローラン・ビデルのような同時代の先生術師からは、聖意図の作成に誤りがいくつもあることなどを強く批判された。また、彼の先生術のオリジナリティには疑問が提出されている。少なくとも、リシャール・ルーサの諸時代の状態と変典の書が主要な参照元で、 あったことは確実である。これは、同所からほとんどそのまま引用している箇所が少なくない、ことからも明らかである。さらに、彼が、顧客向けに、手図から作成した、出生生意図にしても、すでに交換されていた、他の先生術師の生意図などを下敷きにしたものであり、自身で、すべての生意の計算を行っていたわけではないらしい。同様の例は、予言集、 第二序文でも指摘されており、キュプリアヌスレオーイティウスの正位計算をそのまま転用している箇所が指摘されている。なお、文献の性質上、歴書については正位やその影響に関する叙述が多いものの、予言集では先生実的な言及はそれほど多くない。正編とされる百0紙編集942編の4行詞の中では、 およそ41回研究されているに過ぎない。実証的な研究の蓄積は予言集や歴書類といった彼の予言作品が古代の終末論的予言を敷衍したものであると示唆している。彼はこれに前兆に関する記録や過去の歴史的事件などを加味した上で誠意の比較も一時として未来を投影したのである。例えば彼の予言には空での戦闘や 太陽が二つ現れるといった記述がある。信奉者は、それらを現代内資金未来の戦争や核爆発の描写と解釈するが、こうした現象は、当時の脅威としては、ありふれた言説であった。当時の人々はそうした脅威を何らかの変人の前兆と捉えていたのであり、ノストラダムスの予言には、当時の風文やユリウス・オブ・セクエンスの脅威の書に基づく形で、そうした、 脅威が多く反映されている。また、彼の予言に反映されている歴史的題材のわかりやすい例としては、スーッタ、マリウス、ネロ、ハンニバルといった古代の人名が織り込まれている詩や三分の存在を挙げることができる。こうした歴史関係の叙述にあたっては、ティトスリウィウス、スエトニウス、プルタルコスラ古代の歴史家たち、及びビルアルドゥアンや、 フロアサウルラ中世の年代記作家たちの作品が参照されている。このことは、それらからの引用句を容易に同定できることから明らかである。ミラビリス・リベルの再版の一つ、ノストラダムスの予言は、独自に組み上げられたものだけではなく、先行する予言関連の著書からの借用も含まれていることが指摘されている。そうした彼の予言的な参考文献の中で最も重要なものは、 疑いなく、ミラビリス・リベルである。同書には、ジロラモ・サボナローラの典型対応の抜粋が含まれており、予言集第一序文には、そこからの引用が少なくない。ミラビリス・リベルは1520年代に6版を重ねたが、その影響は持続しなかった。一因としては、ラテン語で書かれた第一部の分量が多く、かつ読みづらい、古書体で印刷されていたことや、 難解な省略が多かったことなどが挙げられる。ノストラダムスは、この書を最初にフランス語で普遍した一人ということが、でき、一説には、ミラビリス・リベルを出典とするノストラダムスの4行詞は137編に、上るとも言われている。百詩編集、第1巻1番さらに異なる引用元として、クリニクスの、ハエアル学識式についてを挙げることができる。ここには、ミカエル・プセルロスの、 アクマロミや4世紀のシンプラトン主義者ヤンブリコスがカルデアやアッシリアの魔術についてまとめたエジプト非議論からの抜粋を含んでいる。栄えある学識についてをそのままフランス語に訳して転用した箇所やノストラダムスなりに普遍した箇所は第一序文の中でいくつも指摘することができる。また、百死編集の最初の2編がエジプト非議論の本案ということは都とに知られていた。 かつては、マルシリオフィッチーの役のエジプトヒギロンなどから直接釈用したとされていたが、現在では否定されている。アルカビティウスの先制実書のストラダムスは、第一助文で自身の神秘学系の蔵書を焼却したと語っている。これが事実だとしても、火にくべられた書物が何であったかは特定されていない。とはいえ、彼の蔵書の追跡調査も、1980年代、 以降行われており、その結果、彼の蔵書には、スコットランドの神学者、ヨハネス・ドゥンス・スコトゥス、イスラム世界の先生術師アルカビティウス、パドバ大学の医学者コンファロニエリーラの著書や、トマス・モアのユートピアが含まれていたことが明らかになっている。こうした出典の研究が進んだことで、かつて言われていたように、ノストラダムスが予言の際に何らかの魔術的な儀式を行ったり、 トランス状態に陥ったりしたかどうかは疑問視されている。百紙編集の最初の2編には儀式的なことが書かれているが、すでに見たように、これは他の文献からの本案であり、本人の行動と一致するとは限らない。また、顧客向けの指針に儀式を行ったように書いているものも、あるが、顧客に対して説得力を増すために誇張した可能性もある。他方で、 それをもって彼の死が予言死でないと言い切ることには慎重さが求められる。当時の詩人にとって死を作ることと予言をすることとが近しいものと捉えられていた点には留意が必要だからである。そしてカールステッドはまさにこの点においてノストラダムスがプレイヤード派に影響を及ぼした可能性を模試さしている。ノストラダムスの肖像は 冒頭にも掲げた息子セザールによる肖像画をはじめ、絵画、版画、予言集の挿絵などで数多く描かれており、彫像なども複数存在している。しかし、同時代の肖像画として知られているのは、後述するピエール・ベリオのものが唯一である。文章による風貌の証言としては、秘書だったシャビニーのものがある。彼の身長は、平均よりも少し低かったが、体は、 眼鏡にして創建で、たくましかった。大きく開けたがく、まっすぐで一様な花、灰色の瞳を備えており、眼差しは穏やかだったが、怒った時には燃えているようだった。幻覚だが陽気な風貌だったので、幻覚さの中に深い人間味が込められているようだった。老齢になってまでも頬の血色は良く、顎髭は濃くて長かった。晩年を除くならば、 健康状態は良好で快活だったし、諸感覚はすべて鋭敏で欠陥がなかった。精神に関しては活発で良質なものを持っており、彼が望むことはすべて経験と理解できた。判断は緻密で記憶力には驚くほど恵まれていた。無口な性格のため、熟慮しつつも、ほとんど口を開かなかったが、時と場合に応じてよく喋った。残りの点としては、彼は、 用心深く、迅速、請求で、怒りやすかったが、仕事には、忍耐強かった。彼は4、5時間しか眠らなかった。言論の自由を愛して称賛し、陽気な性格で冗談が好きだったので、笑いながら辛辣なことも言った。以下に、ノストラダムスをかたどった、主な絵画、彫刻などと、その概説を掲げる。以下では、裏付けの取れるものを中心に取り上げた。 予言集関連の詳細は、ミシェル・ノストラダムス氏の予言集などを参照のこと。ノストラダムスブームなどの詳細は、ノストラダムス現象を参照のこと。ノストラダムスへの批判書の一つシャビニーによる、最初の電気、予言集ニ五百5 6 8年版、ノストラダムスの泉現存するノストラダムスの母秘本、記事作成にあたり参照された文献。ノストラダムスを主題としておらず、 参照頻度も少ない文献は中期の中で署名も表示してある。ありがとうございます。